皆さんこんにちは、真鍋翔平です。さあ、漫画好きのための漫画専門番組漫道小林第56回は闇金牛島くん完結スペシャル、真鍋翔平先生に15年の連載の思い出、そして次回作の構想などたっぷりお話をお伺いしました。先生、4年ぶりの漫道小林出演いかがでしたか？はい、なんか本当ケンコバさんとスタッフの皆さんの漫画愛を感じてすごい満たされた時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ恐ろしい話もいろいろ聞きましたんでぜひ漫道小林お見逃しなく。